こんにちは、吉幸です。パソコンやスマホ買うとき、機種以外にもストレージとかいろいろ気にすることがあると思うんだけど、僕自身が気にしていることは、今自分にぴったりだと思っているものは買わないようにしています。今自分にぴったりなものを買ってしまうと、何か挑戦したいと思ったときにスペック不足で悩むことがあります。昔ヒカキンさんが、仕事道具は素伸びしてでもいいものを買うという言葉を今でも覚えているほど強く共感している考え方です。でも、ただ高スペックな機種を買っても意味がないっていうのも事実です。僕がブログしかしてなかった時に MacBook Pro を使ってたんだけど、ブログなんて画像加工を含めてパソコンに負担がかかることがなく、スペックを持て余してただ劣化させることになりました。だから自分が必要としているスペックの少し上を選ぶようにしています。以上です。